はい、今回は間もなく次世代機戦争、そう、あのね、ソニー電撃参戦から来年で30年を迎えますよ。もうあのね、熱き戦い、次世代機戦争から30年というね、時が経とうとしていますけども、さあ、よくね、最近またこの言葉が出てきてます。ゲームハードの統一ですね、統一。統一されないのかと。まあ、かつてもよく言われてました。で、ここ最近またね、ゲームハード統一した方がいいんじゃないか。なぜしないのかっていうね。まあ、これなんと開発者の方からもちらほら出てきたりとかして、まあ、そういった話がまた勃発してるんだなぁと思いました。じゃあなんでなかなかね、ゲームハードって統一化されないのか。うん。例えば CD とかね、DVD、ブルーレイとか。まあそういったもの、統一化されてますよね。違ったフォーマットって原則ない。まあうまく話し合って、そこに持っていたとか。まあ単純にね、最初に開発したところが、その企画をね、主導して、まあ、デファクトスタンダードにしたといったこともありますよね。当然戦いもありましたよ。ブルーレイとね、HD DVD なんかもありましたし、もっと古くいけばビデオデッキのね、VHS とベータとかも必ず規格争いというものが起きますよね。まあそういった意味でゲームハードも争ってはいますけど、最終的に大体一社独占になるんじゃないかなと思います。まあファミコン見てても思いますよね。今年ファミコン40周年ですけど、まあファミコンだ、まあニンテンドーの方がいいのかな。ニンテンドー、セガ、当時はエポック社ですね。まあ三大ハードメーカーでスタートしましたけど、まあその他にもいっぱいありましたけど、まあそんな中ね、結局ニンテンドーが一つ抜け出していくと、途中 PC エンジンとか出てきましたけど、まあなんだかんだ言ってね、独占状態ですよ。80% 以上のね、シェアを持っていたりすると、まあ実質、統一企画みたいなもんですよね。まあ、あとはその他、パラパラとあると、いった感じになってます。なので、まあゲームハードの場合は、大体こう、一社にね、最終的に集まっていく傾向があります。そうじゃなかった世代もありますよね。例えば Wii、PS3、あとは Xbox 360と、この時代はですね、うまーく3社がね、それぞれの特徴を生かしたんでしょうか。ちょうどいい頃合いで、バランスが取れた時代もありました。ちなみに統一企画が全くなかったのかっていうと、そんなことはない。例えば、ファミコンの出たね、今からちょうど40年前ですけど、MSX 企画というのがね、ありました。まあ、パソコンの共通企画ということで、ちょっとゲームハードとはね、違う面もあります。ただゲームもよくできましたんで、まあゲームハードじゃないんですけど、まあこういった統一企画がありましたけど、まあ残念ながらね、長続きはしませんでしたね。一応こう企画そのものはあるんですけど、どうもやっぱりこう、なんでしょう。この企画からあんまり大きく外れることができなくなっちゃって、まあ、もっとこういうことができるのに、あえて、こうね、MSX 企画から外れるようなことはできませんので、まあ、結局ね、進化がね、あまりできにくくなっちゃうというのがありますよね。MSX の10年後、そう、3DO 企画というのもありました。まあ、こちらはね、まあ、ゲームがメインですが、基本的に 32bit マルチメディア端末の統一企画ということで、1993年にね、企画が決定しました。まあ、こちらもね、ご存知、この3DO 企画も、まあ、定着はね、しなかったかなと思いますね。まあ、理由はさっきと同じでね、まあ、ハードのね、性能はそんなに変わらないんで、まあ、メーカー違えど、あとはこう、形とかね、デザインと形一緒か。メーカー名とか、そういったブランド名ですね。そういったもので選ぶことになっていくのかなと思いますよね。まあそういった意味で統一企画って一見便利なようでなかなかね定着しない。うん。あとは結局ソフトですよね。ソフトが結局面白くないといくら統一したところで全然ねハードは普及していきません。
まあそういった意味でなんだかんだ競争させた方が、まあね、結果的に勝ったハードがね独占していくというのが、ちょっと独特なゲーム業界の習わしというか、まあそういった流れになってますよね。だからまあほっといても統一化していくとは言ってもですよ、結局複数台ありますから、ハードがね、ゲームハードが複数台あると、例えばこうね、スイッチしか持ってない人が、ああファイナルファンタジー16やりたいとか、ストリートファイター6やりたいと思った時にできないわけですよ。これ統一化してあればね、もう一種類しかなければまあプレイできるということですけども、まあだからどこに合わせるのかというのと、誰が主導権を握るのかっていうので、結局またね争いが起きるということで、まあ資本主義社会だったらもうしょうがないということなんでしょうかね。まあ音楽とか音楽 CD とか DVD とかそういったもののようにはいかないものなんでしょうかね。まあ誰でもこう作れちゃうようなハードなんで、そんなにね独占する技術もあるわけじゃなくて、今特に汎用パーツですからね、そういった意味ではまあ下手すりゃ誰でもハードメーカーになれますよ。ただまあハードって、ハードメーカーってすごい投資が必要なんですよね、最初のねローンチなんて。だから本当にこう金がかかる事業になってますよ。それだけにねソフトですよね、やっぱソフト。だから今ソフトの囲い込みなんかも起きてますよね、裁判があって。まあそこもね難しくて、例えば一社になっちゃうとまたこう独占禁止法とかね、そんなものが絡んできて、まあだから統一比較とはちょっとニュアンスは違うんですけど、まあそういった意味でなかなか難しいのかなといった気がします。あとはやっぱりね、競争した方がいいものが生まれますよね。まあこれは実は統一とは関係ないと思います。一社独占になったところで、統一ハードになったとしても、まあソフト作る側からすればね、他のソフトメーカーとの競争になりますからね、より面白いものを作らなければ淘汰されてしまいます。だからそういった意味では、そんなにハードが統一だろうが統一じゃなかろうが、作る側からすればそんなに関係ないと思うんですけど、やっぱりなかなかね作る側の人も、統一ハードにならないかなというのがちらほら出てくるってことは、おそらくいろんなハードに対応させるのが難しいっていうのがあるのかもしれませんよね。本当に何を標準にするのかっていうのがありますよ。例えば PS5 とか Xbox シリーズなんちゃらに合わせると、スイッチではね厳しい状況になってきますけど、スイッチもそれなりに売れてますから、やっぱそっちでも商売したいという話になりますし、最近ねパソコンでゲームする、要するに Steam なんかね、その代表格だと思いますけど、まあ Steam でゲームする、 Steam になっちゃうとパソコンなんて本当ピンキリですよね、性能が、どのパソコンに合わせればいいのかっていうのもまた問題になります。まあそういうのも考えると、本当にね統一化してほしいなというクリエイターがいてもおかしくはないと思いますけど、まあちょっとねまとめておくとこんな感じ。まあ資本主義っていうのかな、競争社会の論理ではなかなか統一って厳しいですよね。なんかこれ儲かるなって思うところがあれば、当然いろんなところがね参入してくるということになると思います。まあ実際統一企画って実はかつてあったと、 MSX、3DO とかねありましたが、いずれも成功には至っていないと。もう近年そういった話は出てこなくなりましたよね。でまあ初めから統一企画っていうのかな、まあちょっとジャンルが全然違うんで話が別になっちゃうかもしれま、知りませんけど、 CD とかねカセット DVD なんかはまあうまくいった例だと思いますが、当然ねいきなり CD がガンと出てきたわけじゃなくて、それまでにいろんなものがね市場に出る前に競争していた可能性もありますよ。まあ DVD もその前に CDI とか、CD ビデオ、ビデオ CD かっていうのがありましたし、まあそういった意味で途中で淘汰されていって DVD が残ったみたいなね、そんな感じだと思いますよね。まあ対立したものとして、まあ製品化するまでに統一化できなかったものとしては VHS とベータ、
MD と DCC とかね、まあ最近のもので言えばブルーレイと HD、DVD なんかがありましたよね。まあいわゆる動画配信サイト一つとってもいっぱいありますから、結局どんなサービスがいいのかなっていうことで競争するしかないんですよね。まあそういった意味でなかなか統一したものっていうのが出ない、出にくいと思います。まあそれでね、ライバルがいた方がいいなぁと。統一化しちゃうと争う必要がないんで、まあだらけるという言い方はおかしいけど、ちょっとね、競争がない一つありますよね。で、ちなみにこれ任天堂の売上と利益みたいな感じのグラフです。超正確かというと若干、違うとこもあるかもしれませんが、1983年ね、ファミコン発売した時のまあ売上ですね。まあこんな感じですよ。で、徐々にこう上がっていくと。で、まあゲームボーイ、スーパーファミコン時代のね、90年代ですね。その後次世代機戦争が勃発してしまい、まあ任天堂64で挑むも、まあ結果的に敗北なんですが、まあ実はそんなにね、極端に落ちたわけじゃありません。減ってはないですね、増えてもないですけど、まあフラット。まあそれがね、GC、ゲームボーイアドバンス時代にも続いていくといった感じになります。だからライバルがいた方がやっぱりね、伸びると思うんですよね。64発売して以降少しまた伸びてますよ。そしてドカーンと増えたDS、Wii 時代ですね。驚異的です。これもおそらくソニーが PSP を持ってね、携帯ゲーム機事業に参戦してこなければ、もしかしたら順当にね、ゲームボーイアドバンスの高性能バージョンを出して終わっていた可能性もありますよね。あえて DS というチャレンジャブルな、ハードを出さなかった可能性もあります。もちろんね、2000年代前半の停滞感があったんで、何かしらの手こ入れはしてきたかもしれませんけども、まあソニー参戦あってこそこのようなね、急激な伸びが生まれたというわけですよ。やっぱこうピンチになると頑張りますよね。死にたくないし、死ぬかどうか知らないんだけど、負けたくないし。だからそういった意味で、ライバルっていうのかな、何社かあるっていうのはとても大事ですよね。まあその後こう 3DS、Wii U で失速してしまうんですけど、まあそれはね、もうライバルあまり関係ないかもしれません。スイッチ登場させることによってね、再び、こう成長路線に入っていくわけですけど、まあこう思うと、まあファミコン時代のね、売り上げからすると、猛烈に増えてますよね。で、おそらく、任天堂一社でやってたら、ここまで増えていかないと思うんですよね。やっぱこう、ライバルがいて、まあ負けたくない、勝ちたい、切磋琢磨していくという中で、こういったね、驚異的な売り上げだったりとか、まあそういったものが生まれると思うんですよね。まあ、完全にね、これは、生き残れたから、いいんですけど、逆にセガみたいにね、力尽きてしまうと。まあ今、倒産してるわけじゃないんですけど、ハード事業からは、もう手を引かざるを得ない状況になってしまうなんていうことも、あります。当然。勝負なんで。まあそういった意味でね、こういった、ライバルいることによって、盛り上がると。まあ実際次世代機戦争も、そういった感じでしたよね。セガが伸びたっていうのも、なんだろう、ソニーとね、こう対比して、一気にセガがクローズアップされましたよ。日本ではメガドライブまでは、そんなにセガっていう言葉が出てこなかったんですよね。まあところが、次世代機戦争という流れに乗って、なんとなく構図がね、ソニー VS セガみたいになって、まあ発売タイミングが近かったのもあるんですけど、まあそんな中ね、切磋琢磨してセガもぐわっと行きましたよ。だからやっぱりね、一社独占もしくは、まあ結果的に一社独占になっちゃうのはしょうがないんだけど、初めからね、一社しかいないとか、統一企画だけになっちゃうと、そんなにこう、ゲーム業界としても盛り上がんないんじゃないかなと。やっぱりこう、ライバルがいて、あのね、アイディア、うちがなんで出せなかったんだろうみたいなね、そういった感じのね、流れがあってこそ、特にゲームとかエンターテインメントってそんな感じですよね。
なので統一規格よりは、まあ何社かで争って、うちはこうだとかこっちはこうだとか、そういった方がまあ面白いと思うんですよね。で、実にね、あの次世代機戦争の時もそうだったんだけど、その後の Wii、PS3、Xbox 36時代のまあ覇権争いはめちゃくちゃ面白かったですね。うん、まあ三者三様それぞれ特徴があり、まあそれぞれね、まだまだ当時ガンガン他社を牽制してましたんで、非常に熱いゲーム業界ですよ。で、まあこう仲良し小良しになっちゃうと、ちょっとね、面白くないみたいな感じがしますね。はい。まあ、こっちは、見てる側だったりとか、ユーザー側だから言えることかもしれません。やってる方は本当死に物狂いですからね。まあ、そんなこんなで、こんな感じのグラフをまとめてみましたけど、やっぱりライバルあってこその、ゲーム業界だと思いますね。まあ、そんな締めでいいでしょうか。ではまた。